ねえねえ、ターボチャージャーちゃん、どうしたんだ、自然吸気ちゃん。最近、セダンの数が減ってきたよね。それはメーカーのラインナップの話か、それとも街中を走るセダンの話か、どっちだ。どっちもかな。どっちもか、確かに随分と減ったな。中型以上のセダンはともかくとして、小型セダンに関しては壊滅的だと思う。そうだね、レクサスや欧州ブランドのセダンとか、あとはカムリ、クラウンあたりは見かけるけど、言われてみれば、小型セダンって見ないなぁ。小型セダン、5ナンバー枠に収まるセダンなんて、今はもうカローラアクシオしか存在しないからな。あれ、カローラはもう3ナンバー枠じゃないの？フルモデルチェンジ後の現行カローラは、な。トヨタは法人需要を含むニーズに対応するため、現行カローラと仙台アクシオを併売している。つまり、現在のトヨタのラインナップには、代表2つのカローラセダンが存在するんだね。少し前ならホンダ、グレイスもあったが、2020年7月に生産終了となってしまった。セダンが主流の時代は終わったんだね。そういえば、日産も一昔前までは、小型セダンがあったと思うんだけど、いつの間に生産終了となったのかな？もしかして、日産、ラテオのことか。ああそうそう、この車だよ。2016年12月の時点で、生産終了しているぞ。思ったよりも前に生産終了してた。小型セダンの中ではグレイスも地味だけど、このラテオも相当影が薄い車だったよね。ああ、見た目は割とインパクトあるんだがな。そうかな、なんだか普通のおじさんセダンっていうか、いや、おじいちゃんセダンって感じだけど、一見、何の変哲もないセダンのふりをしているが、そこはかとなく漂ってくるアジアンテイスト、言い方は悪いが、フォルムも崩壊しているし、ターボチャージャーちゃんが、そこまで言うなんて珍しいね。一言で言ってしまうと、ラテオって絶妙にダサいんだよな。完全な主観で申し訳ないんだが。まあまあ、言いたいことはわかるよ。正直、私もかっこいいとは思えないし。まあラテオもカローラアクシオのように、法人や5ナンバー枠にこだわる高齢者の方々など、少数だが確実にある需要を満たすための車だし、そういう目で見るのがお門違いなのかもだが、ターボチャージャーちゃんのせいで、なんだかラテオの東南アジア感が、拭えなくなってきたんだけど、私のせいなのか。まあでもラテオはアジア圏を中心に、世界各国で販売されていたセダンでな、日本使用車もタイで生産されていたし、東南アジアを感じるのも無理はないぜ。まさかの世界戦略車だった。なんだかラテオのことが気になってきたよ。まったく、自然吸気ちゃんの悪い癖だぞ。私に解説させるために誘導してるだろ。いやなら別に解説しなくても大丈夫だよ。ラテオの発売は2012年10月。本当は解説したいのくさ。5本、気を取り直して、ラテオは2012年から2016年にかけて、日産が販売していた小型セダンだ。結構前に販売終了してるけど、海外市場向けの生産も終了してるの。未だに販売されている地域もある。したがって、ラテオは生産終了していない。まだまだ現役というわけだね。日本では残念ながら販売されていないが、ラテオの後継モデルも登場していてな。割とスタイリッシュでかっこいいんだぜ。本当だね。確かにスタイリッシュだよ。北米市場などではバーサと呼ばれているが、れっきとしたラテオの後継モデルなんだ。むしろこっちを販売してほしいよね。そもそもラテオって何代目なの？ラテオの社名が用いられたのは、2004年のティーダラテオからだな。ティーダって聞いたことある車だ。ティーダは2004年から2012年に販売されていた、日産の5ドアハッチバック型コンパクトカーだ。ティーダラテオはこの派生として登場して、ティーダが販売終了となったタイミングで、フルモデルチェンジして独立したわけだな。もともとはティーダのセダン版って感じだったのか。日産は否定しているが、サイズや役割的には、日産の名車、サニーの実質的な後継車種でな。サニーってカローラのライバルだよね。そうだな。日本における小型セダンは、カローラとサニーが双璧を成していた。昔は小型セダンがいっぱい走っていたけど、その中でもサニーは特に人気があったんだね。販売期間は1966年から2004年と非常に長いぞ。40年近くも販売されていたのか。2004年ってことは、サニーの生産終了と同時に、ティーダラテオが新たに登場したわけでしょ。同じ小型セダンだし、日産がわざわざ、否定するまでもなく後継車種だよね。確かに、ティーダラテオは小型セダンで、日産のエントリーセダンを担う存在だった。後継車種であることを否定したのはなんで、そもそも社名も変える必要はなかったんじゃ。サニーは代を重ねるにつれて、日本市場の小型セダン離れと、ユーザー層の高齢化に悩まされていた。まあ、セダンあるあるだよね。カローラだってそうじゃないの。そうだな。だからカローラは、
フルモデルチェンジでボディを大型化したり、スポーティーな外観デザインを採用して、カローラブランド全体の若返りを図っている。カローラブランドを存続するために、試行錯誤しているわけだね。今後は SUV のカローラクロスの登場も噂されているし、ユーザー層の若返りは着実に進んでいると言える。それで、サニーはどうだったの？日産はブランドに固執するのをやめた。つまり、歴史あるサニーの社名を一旦引っ込めて、サニーの従来のユーザー層の受け皿となりつつも、新しいユーザー層を獲得できる可能性がある。Tダラティオの販売をスタートしたんだ。そういう事情があったんだね。Tダラティオの最大の特徴は、クラスを超えた質感と居住性の高さだった。リーズナブルな小型セダンの割には、上質で車内も広いってことだよね。そういうことだ。でも5ナンバー枠のセダンでしょ。質感はともかくとして、本当に広いのかな？ずんぐりむっくりしたボディの中には、ゆとりある車内空間が広がっている。具体的には、どのくらい広いの？ Tダラティオの有効室内長は 1836mm。この数値は当時のフラッグシップセダン、シーマよりも大きくなっているんだぜ。シーマよりも広いの。広さの秘密は元となったテイダにあって、テイダも居住性の高さが売りの車でな、240mm の鉱石ロングスライド機構を採用していたが、テイダラティオではその機構を撤廃する代わりに、後部座席の位置を最後部で固定することにしたんだ。つまり、テイダの後部座席を、目いっぱい後ろに下げた状態が、反映されているってことだよね。その通りだ。足元スペースは文句なしで広いし、ずんぐりむっくりしたフォルムのおかげで、ヘッドクリアランスも十分確保できている。トランク容量も467リットルと、この数値はなんと、3ナンバーとなった現行カローラよりも広い。すげえ。おじいちゃんセダンだからって侮れないな。自然吸気ちゃんはおじいちゃんセダンというが、Tダラティオのメインターゲットは50代。おじいちゃんと呼ぶには若すぎるぜ。いや、だってそういうイメージだし、Tダラティオは見た目の割に、結構革新的なセダンなんだぞ。だけど、現在カローラが若返りに成功して、ラティオが販売終了となっている以上、つまりは、そういうことだよね。つまりは、そういうことだな。一体何がダメだったんだろう。セダン人気が低下していることはもちろんだが、セダンは多くの人が上質感を求めるよな。ラティオはそこが大きく欠けていたからな。でも、Tダラティオは上質だったじゃん。外観デザインも好みは分かれるだろうけど、落ち着いてて悪くなかったと思うけどな。それじゃあ、改めてラティオをチェックしよう。前期と後期でフロントマスクに違いがあるから、まずは前期の外観デザインから紹介するぜ。なんだろ、ゴテゴテしているどころか、むしろシンプルで、Tダラティオと同様落ち着いてはいるけど、なんでアジアンテイストが拭えないんだろう。見ての通り、全体的にシンプルな外観デザインだ。全長 4455mm、全幅 1695mm、全高 1495mm と、サイズ感はTダラティオとほぼ同じだな。その割にはボディサイズが大きく見えるよ。そうだな。それは私も同意見だ。全長は 25mm ほど拡大されているが、全高は逆に 40mm ほど低くなっている。むしろ小さく見えそうだけどな。Tダラティオとの大きな違いは、丸みを帯びたフォルムになっているところだ。確かに、Tダラティオは、典型的な3ボックスって感じだったけど、ラティオは流線形のフォルムだね。ルーフも緩やかな傾斜になっているが、Tダラティオのずんぐりむっくり感は、ラティオにもしっかり受け継がれている。それ、受け継いで良いところなの。当たり前だ。スタイル的には微妙だが、広い室内空間が確保できるんだからな。特徴的なキャラクターラインもないし、ボディサイドはとてもシンプルだね。フロントノーズ、トランクの短さから、居住性を最重視していることがわかる。決して安っぽいわけではないんだよな。そうなんだよ。不思議だよな。リア周りは少し前の日産らしさを感じさせる、ブーメラン形状のテールランプが特徴だぜ。それ以外は特に、特徴らしい特徴はなさそう。次は、後期の外観デザインをチェックしよう。うわ、急に悪が強くなったな。より近代的なフロントマスクに仕上がった。ヘッドライトは、V をモチーフにしていて、グリルも日産のアイデンティティである、V モーショングリル風のデザインとなったぞ。確かに、前期と比べて若返ってはいるし、スポーティーにもなっているんだけど、アジアンテイストなんだよな。それにしても、なんでこんなに、不安を感じる顔つきなんだろう。フロントマスクの迫力が増したからか、前期よりも頭でっかちに見えるんだよな。ボディのずんぐりむっくり感も相まって、優れたプロポーションではないと感じる。顔つきがいかつくなったことで個性は出たけど、前期の方がまとまりがあってよかったよね。Google で、日産ラティオ、と検索すると、ページ下部の関連キーワードの部分に、ラティオひどい、
ラテオダサい、など、不名誉な関連キーワードが表示されるんだ。それで検索している人が多いってことだよね。散々だな、なんか不憫に思えてきたよ。まあこれはラテオに限った話ではなく、他の車でもそういったネガティブワードが表示されるケースはそれなりにあるからな。ただ、そのケースは話題性のある車種が大半で、ラテオみたいに話題性がある車でもないのに、ネガティブなキーワードが多いってことは、それ以上はもう言わないでおくか。うん、そうだね。さて、次はラテオの内装デザインだ。外観デザインと同様、曲線の多い仕上がりだね。そうだな、極めてシンプルな内装だと思う。とにかく樹脂樹脂していて安っぽい感じだ。どっかで見たことある内装デザインだな。現行マーチの内装デザインだと思うぞ。本当だ、内装デザインは共通なんだね。ドアトリムの形状やメーターパネルなど、似てはいるがちゃんと違いもあるから、完全に共通しているというわけではない。あんまりセダンっぽい内装ではないよね。コストダウンのしわ寄せが出てるよな。内装デザイン自体は単体で見ると悪くないが、高めの年齢層を想定しているセダンとしては、ちょっと可愛すぎる気がしないでもない。確かに、ちなみに、居住性の高さはラテオでも健在だ。足元スペース、ヘッドクリアランスともに申し分ない。おお、ちゃんと優れた部分もあってよかった。ティーダラテオもそうだったけど、なんでラテオはこんなに広いの？メカスペースを最小限に設計しているから、5ナンバー枠のコンパクトサイズに抑えながらも、ワンクラス上の車内空間を実現できているんだ。ここは素直に素晴らしい。具体的には、エンジンルームの最小化と、燃料タンクの移設でスペース効率を高めた。さて、最後はラテオのスペックを解説するぜ。ラテオは世界150カ国以上で販売された車で、地域によってパワーユニットが異なっていた。日本向けは何種類あったの？ 1.2 リットル、直列3気筒自然吸気エンジンのみだ。ちょっと心もとない感じはするね。せめて 1.5 リットルクラスがあればよかったんだけど、海外市場向けには 1.6 リットルが設定されているが、残念ながら日本では 1.2 リットルのみとなっている。そっか、それは残念だ。この HR エンジンは、ティーダを皮切りに、日産やルノーの小型車に搭載されたもので、ラテオの HR12DE 型に関しては、マーチやノートにも搭載されていた。エンジン出力はどのくらいなの？最高出力79馬力、最大トルク 10.8 キログラムだ。車両重量は、1030キログラムから1040キログラムだから、割と軽いぞ。本当だね、5ナンバーサイズとはいえ、ずんぐりむっくりしたセダンだし、もう少し重たい車なのかと思ってたよ。駆動方式は今の時代には珍しく、FF のみ、トランスミッションは CVT のみとなる。コンパクトカーって感じ。この CVT 波幅変速機が備わっているから、高速走行時はエンジンの回転数を抑えて、燃費の向上と静粛性をもたらしてくれる。へぇ、割と良いじゃん。ちなみにこれもマーチと共通している。さっきからマーチとの共通点多くない？内装デザインもマーチとそっくりだったし、パワートレインなんてほぼ共通でしょ。ラテオは現行マーチで初採用された、V プラットフォームを採用しているからな。実質、マーチセダンみたいなもんだ。あ、そういう事情があったんだね。トランスミッションはフロントにストラット式、リアにはトーションビーム式を採用している。ラテオのスペックについてはこんなところだ。走りに関してはどうだったんだろう。エンジンパワーはもう少し欲しいところだが、車両重量が軽量だからもっさり感はあまりない。特に初期加速から中間加速はそれなりによく、用途が街乗り中心であれば不足はないだろう。そうなんだ、高速域は苦手な感じかな。そうだな、高速域はとにかく速度が伸びない。あとはサスペンションが少し癖物で、ぴょこぴょこ跳ねる下手揺れが収まらない。乗り心地に不満を感じる人も多いようだ。良くも悪くも街乗りセダンってことだね。ただ、さっきも言ったように後部座席は広いし、トランク容量はティーダラテオ超えの490リットル。小型セダンとしては実用性はピカイチだ。あとは外観デザインだよな。実は問題の外観デザインに関しても、スタイルより実用性を重視していてな。どういうこと？例えば、短いボンネットは車内を広げると同時に、見切りを良くして前方の視認性を高め、さらに、車両感覚をつかみやすくする目的がある。へぇ、不格好な外観デザインではあるけど、ちゃんと意味のあるデザインだったんだね。ただ単に不格好じゃなくて安心した。ティーダラテオは年齢層の若返りを求めたが、ラテオでは70歳前後のユーザー層がターゲットだ。年配の方が安心して運転できる車を目指したら、こんな感じの車に仕上がったのかもしれないな。でも、おじいちゃんおばあちゃんも、かっこいい車の方が良いと思うんだけど。だから、信頼のトヨタ製であり、スマートな見た目のカローラは、今も残っているんじゃないか。
確かに、それは一理あるわ。ということで、今回はこれで終わりだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またねー。